ただいまから、令和5年度上田市有料建設工事表彰式を開始させていただきます。それでは初めに、土屋洋一上田市長から式辞を申し上げます。式辞を申し上げます。本日ここに、来賓閣議のご臨席を賜り、令和5年度上田市有料建設工事表彰式を挙行するにあたり、 優秀な成績を収められた工事を施工されました代表者及び現場代理人の方々の表彰を行うことができますことは誠に喜びに絶えないところでありますこれから表彰を申し上げます皆様方は優れた施工技術と施工管理により極めて品質の高い工事を完成していただきいずれも他の模範となる有料 他の模範となる有料なる成績を残されましたその結果栄えある令和5年度の受賞者となられたものでありその献身的なご努力と不断のご労苦に対しここに深く敬意を表する次第であります近年の自然災害は激甚化頻発化する傾向にあり各地で想像を超える大規模な被害が発生している状況にあります 市内におきましても8月上旬には加湯温泉周辺で9月中旬には真田地域で局所的な大雨の影響により公共土木施設や農業用施設等に被害が発生いたしました災害対応にご協力いただいた皆様に深く感謝申し上げます上田市では地域の防災力を高め市民の皆様が安心して暮らせるために 上田市地域防災計画及び上田市国土強靭化地域計画等に基づき地域防災力の向上のためさまざまな施策を展開し災害に強いまちづくりに向けて取り組んでまいりますのでご協力をお願いいたします。公共工事に携わる皆様には地域産業の発展と市民生活の向上安全安心の確保に向けて 社会資本の整備や維持管理災害対応など多大なご尽力をいただき寄せられる期待と果たされる役割はますます高まっていると認識しておりますこうした中公共工事を取り巻く環境はウクライナ情勢等によるエネルギー価格の上昇建設資材の高騰建設現場の働き方改革の推進など 課題が山積しておりますが首都いたしましては引き続き労働環境の改善や将来の持続的な担い手確保に資するため適正な入札契約制度の運用に努めてまいりたいと考えておりますえ結びにあたり本日受賞されます皆様には今後におかれましてもその豊かな見識と積み重ねてこられた経験を活かし 技術の研鑽や品質の向上、さらには安全な施工に努められることにより、地域に愛され、模範となる企業として、ご発展、ご活躍されますよう心からお祈り申し上げ、式辞といたします。令和5年11月16日、上田市長、土屋雄一。本日は誠におめでとうございます。 次に審査経過につきまして、有料建設工事審査委員会委員長の小早沢孝之副市長から申し上げます。受賞者の皆様、誠におめでとうございます。それでは私の方から、令和5年度、上田市有料建設工事表彰の審査経過について申し上げます。 令和4年度に竣工いたしました上田市発注の200万円以上の工事は210件表彰の対象となる契約金額が500万円以上の工事は153件でございましたそのうち表彰に該当する建設工事は工事成績が85点以上の工事で20件でございます 有料建設工事審査委員会において新首相に審議をさせていただきました本日表彰されます6件を令和5年度の上田市有料建設工事として選定をさせていただきました多くの工事の中から本日受賞されました方々におかれましては今後も市民の皆様が健康で快適で安全な生活を送れますように 工事の安全対策とさらなる品質向上に一層努めていただくようお願いを申し上げます業界の模範として有用な建設工事を通じ地域社会の発展に貢献いただき誠に感謝をしております今後におきましてもさらなる地域貢献ともに一緒に進んでいっていただければ幸いでございます これはお願いでもございます以上審査経過といたします続きまして表彰状の授与を行います山新建設有限会社代表取締役山岸信之様現場代理人高橋克義様前へお進みください表彰状道路舗装工事丸子北見脇線 山新建設有限会社代表取締役山岸信之様あなたの施工された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を送りこれを表彰します令和5年11月16日上田市長土屋雄一、おめでとうございます 表彰状道路舗装工事丸子北見巻線山新建設有限会社現場代理人高橋克代様あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を送りこれを表彰します令和五年十一月十六日上田市長土屋陽一おめでとうございます 続きまして、児玉工業株式会社代表取締役児玉義人様、現場代理人高藤康正様、前を進みください。表彰状都市再編事業道路改良工事箱畳線児玉工業株式会社代表取締役児玉義人様、 あなたの施工された当初の建設工事は、審査の結果、有料と認められました。よってここに記念品を送り、これを表彰します。令和五年十一月十六日、上田市長、土屋洋一、おめでとうございます。ありがとうございます。<手>表彰状、都市再編事業道路改良工事、箱畳線、児玉工業株式会社、現場代理人 高藤保安政様あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念碑を送りこれを表彰します令和5年11月16日上田市長土屋洋一おめでとうございます,います続きまして 株式会社宮下組代表取締役社長石塚弘俊様、はい、現場代理人小林弘道様前を進みください、はい、表彰状国保道路メンテナンス事業橋梁株工事神賀橋株式会社宮下組代表取締役社長石塚弘俊様あなたの施工された当初の建設工事は 審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を送りこれを表彰します令和5年11月16日売り出し場土屋洋一おめでとうございますありがとうございます<手>表彰状国保道路メンテナンス事業橋梁株工事神川橋株式会社宮下組現場代理人小林博道様 あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果。有料と認められました。よってここに記念品を送り、これを表彰します。令和五年十一月十六日、上田市長土屋洋一。おめでとうございます。ます続きまして、三共テック株式会社。 代表取締役末圭一様現場代理人小市幸次郎様前を進みください表彰状国保道路メンテナンス事業トンネル修繕工事野田,野田家トンネルほか三協テック株式会社代表取締役末圭一様あなたの施工された当初の建設工事は審査の結果有料と認められました よってここに記念品を贈りこれを表彰します令和5年11月16日上田市長土屋陽一おめでとうございます表彰状国保道路メンテナンス事業トンネル修繕工事野田家トンネルほか産協テック株式会社現場代理人光一光次郎様 あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を贈りこれを表彰します令和五年十一月十六日上田市長土屋洋一おめでとうございます続きまして株式会社武工代表取締役 松沢昭彦様現場代理人中村淳様前へお進みください表彰状南庁舎改修改修建築主体工事株式会社武工代表取締役松沢昭彦様あなたの施工された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を贈りこれを表彰します令和五年十一月十六日福田市長土屋陽一 おめでとうございます表彰状南庁舎改修建築主体工事株式会社武工現場代理人中村淳様あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を送りこれを表彰します 令和五年十一月十六日上田市長土屋陽一おめでとうございます続きまして上田新州電機有限会社代表取締役橋本優様橋本様は現場代理人を兼ねておられるため専務取締役倉島守人様に代理としてご出席いただいております 現場代理人橋本優様前へお進みください表彰状南庁舎改修電気設備工事上田新州電気有限会社代表取締役橋本優様あなたの施工された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念品を送りこれを表彰します令和五年十一月十六日上田市長土屋陽一おめでとうございます 表彰状、南庁舎改修電気設備工事上田新州電気有限会社現場代理人橋本優様あなたが現場代理人として担当された当初の建設工事は審査の結果有料と認められましたよってここに記念碑を送りこれを表彰します令和5年11月16日上田市長土屋洋一おめでとうございます 続きましてお祝いの言葉を頂戴したいと存じます祝辞令和5年度上田市有料建設工事表彰式にあたり上田市議会を代表いたしまして一言お祝いの言葉を申し上げさせていただきますただいま表彰の栄誉を受けられた企業及び現場代理人の皆様本日は誠におめでとうございます 皆様方は数多くの建設工事の中から特に有料な建設工事として認められ本日栄えある表彰を受けられました本年度表彰されました建設工事につきましては市民サービス及び行政の拠点となる庁舎の改修工事や生活に欠かせない道路の安全性を高める 舗装・改良工事、町のインフラ機能を維持するための橋梁メンテナンス工事やトンネル修繕工事などいずれも市民生活の向上都市機能の強化に大きく寄与するものであります施工にあたりましては周知な計画と準備工期の減収完成度の高さなど 多くのことが求められます加えて悪天候をはじめとする困難な条件や慢性的な人手不足など厳しい労働環境を克服し誠実に施工完了を迎えられたことはまさに市政に対する多大な貢献であるものと認められたものであります。このこのとは 皆様が日頃の質の高い技術の研鑽や工程管理、徹底した安全管理に努められた成果であり、他の模範となるそのご尽力に対し、新人なる敬意と感謝を申し上げる次第でございます。さて、今後の公共工事を展望してみますと、 市においてはより一層厳しい行財政運営が見込まれる一方で高度経済成長期から整備し蓄積してきたインフラの更新が大きな課題となっております施設の複合化や集約化の検討をはじめ限られた財源の中でも時代の要請に合致した 機能を備えることなど、建設工事には一層の創意工夫が求められることと思われます。その実現には、建設業界の皆様の技術力や比較力の維持・向上が不可欠であります。市議会といたしましても、大いに期待をし、応援してまいる所存でございます。引き続き、ご尽力いただき、 上田氏の高校教授を担っていただきますこと、この場をお借りいたしまして、お願いを申し上げる次第でございます。結びに、本日、表彰の栄誉を受けられた皆様の今後のますますのご活躍と、上田氏の発展を記念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日日は誠におめでとうございます令和5年11月16日 上田市議会議長佐藤紀之次に受賞者を代表されまして株式会社武子代表取締役松沢昭彦様からご挨拶を頂戴したいと存じますただいまご紹介いただきました武子の松沢でございますこの度表彰を受けた事業者を代表として一言ご挨拶申し上げます 本日はこのような場を設けていただき、厚く御礼申し上げます。また、大勢の皆様の前で表彰していただき、大変光栄であるとともに、身の引き締まる思いがいたします。上田市から発注される工事には、市民の皆様の貴重な税金が使われております。私どもは、このことを常に意識しながら、工事現場の状況に合わせて創意工夫するとともに、 日々の安全管理、書類の整備など、見えない部分にも気を配ってまいりました。工事を無事に竣工することができたのも、発注者、地元の皆様をはじめ、関係機関の皆様のご理解、ご協力があったからこそと、改めて感謝申し上げます。ご存知のように、私どもの業界もコロナ禍もあり、技術者、職人の人手不足と、建設資材の高騰、 材料・機器などの中建遅れに悩んでおります南う建社改修工事もこの影響を受け係数的には一応大変厳しいものになってしまいました現在市内の同業者も同様に各工事において厳しい状況に置かれておりますこの厳しい状況下の中建設会社各社が成り立つよう 関係機関の皆様には格段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます私どもは今回の表彰を励みに研鑽を重ね今後も市民の皆様に喜んでいただける工事ができるよう施工品質の向上に努め地域に必要とされる会社として精進してまいる所存ですよろしくお願いいたします本日は誠にありがとうございました